G3 オールレディースジャルカップ3メーターほどの北西の風、ホーム側向かい風の競争水面です。シリーズ5日目のハイライト、準優勝戦が始まりました。まずは1つ目第9レース、1号艇は滋賀の香川元子、2号艇愛知の大竹明日香、3号艇福岡の深川真奈美、4号艇東京の弘中千紗恵、5号艇岡山の赤澤文香、6号艇岡山の三松直美、以上の6人の選手によって争います。輸出大本命の2人が内枠飲水機を固めます。目下琵琶湖オールレディース、平和島オールレディース連続輸出中、1号艇の香川元子がインにどっかりと座りました。さあ3節連続優勝戦進出を狙ってのイン戦、その香川のイン戦破るか、2号艇の大竹明日香が2コース、3コース今日の前半戦は鮮やかな幕出し決めた3号艇の深川真奈美、引っ張った4コース、今年5月ここ若松で優勝した4番の弘中千紗恵、そしてアウト戦は正念場乗り切って準優進出した岡山コンビ、5号艇の赤澤文香と6号艇の三松直美です。準優勝戦第9レース、枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇3号艇がスタートを除きました。インから伸び返した1号艇の香川元子、一周1マークの旋回、インから逃げる1号艇の香川、3号艇深川のマーク出し、差しのハンドル2号艇の大竹明日香、バックスウェッジ2号艇の大竹明日香が一歩リード、スタートは前提正常でした。さあ2番の大竹を追いかけます。1号艇の香川、4番の弘中、その後ろに3番の深川、一周2マークの旋回、2号艇の大竹明日香がトップで旋回、後続艇を突き放します。2号艇の大竹明日香先頭、その後ろに輸出権がかかった2番手は接戦となっています。1号艇の香川元子に食い下がる4号艇の弘中千紗恵、1号艇4号艇接戦、2周の1マーク、まずはトップ旋回2号艇の大竹明日香、そして2番手4番の弘中先行した、切り込んでいく1号艇の香川、バックスレッジ4番の弘中、1番香川並んだまま1号艇4号艇並走、その後大きく定間離されました。3番の深川、5番の赤澤、最後方6番の三松、さあ2番手は1号艇の香川、4号艇弘中の接戦、2周の2マーク先行したのは1号艇の香川、4号艇ちょっともたつきました。その間にリードを広げました1号艇の香川元子、これで上位2艇は2番と1番です。定間離されました3番手が4号艇の弘中千紗恵、後続は6番の三松、5番の赤澤、最後方3号艇の深川、最後のバックスレッジ祐介がかかった上位2艇は2号艇の大竹明日香と1号艇の香川元子、そして3番手が4号艇の弘中千紗恵です。上位の体系2番1番4番です。この2143連単オッズは 18.1 倍、ラストターンマークトップで折り返しました2号艇の大竹明日香、1号艇の香川元子2番手、そして3番手が4号艇弘中千紗恵、まもなくゴールです。2番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、3番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。